AOS グループ代表の佐々木ですデータコンプライアンス対策 AOS ホレンジックルーム第三者委員会について具体的な実験データ調査をイメージした再生産のソリューションをご紹介いたしますどうぞよろしくお願いします税理士法人法サイトが運営する第三者委員会の情報サイトによりますと第三者委員会が設置された件数の推移は以下の通りとなります昨年はコロナの影響もあり設置件数が抑え気味でしたが 今年年は6月月日時点の6ヶ月でで件と昨年を上回るペースで設置されています先ほど山内先生の話にもありましたがいきなり第三者委員会が立ち上がるというケースはまれでその前段階の社内調査から第三者委員会の調査にも使える最先端のデータコンプライアンスソリューションとして企業内フォレンジック AOC フォレンジックルームを AOC は提供しております AOC フォレンジックルームはオフライン調査リモート調査のファーストサービス 調査資料管理システムの AOS LegalDX で構成されています AOS ホレンジックルームによるオフライン調査についてご説明しますコロナの影響で一時的に減った第三者委員会の設置ペースが今年になって増加していますこれに対応するために企業は従来よりも強力な事前対策が求められています企業においてコンプライアンス上の問題が生じ当該企業が第三者委員会を設置して調査をする場合には 日弁連が公表している第三者委員会のガイドラインによりますと第三者委員会はデジタル調査の専門家を選任できるとありますが実際には第三者委員会が設置される前にいいかかににに迅速に事前対策を行うかがより重要になっていますコロナの前はオフィスに専用のホレジックルームを設置してオフラインで調査を行っていましたが テレワークが進んだ現在のオフィス環境ではオフラインでの調査だけでは限界があります新たなコンプライアンス対策としてより強力な事前対策が求められていますリモート調査のファーストはホレンジックアザーサービスの略語ですがホレンジックに関するサービスをオンラインで利用するサービスとなりますリモート環境でホレンジック調査ができればテレワーク環境でのホレンジック調査が可能となります ホレンジックアズアサービスというのは最先端のホレンジックソリューションです具体的にはデジタル証拠保全、復元サービス、ホレンジック調査分析サービス、ホレンジック報告書作成、専門家の証言サービス、そして訴訟支援サービスをオンラインで利用するサービスとなりますそれでは AOS ホレンジックルームのファーストサービスのデモ画面をご覧ください では今からですね企業内ホレンジックこの AOS ホレンジックルームを使ってリモートで働いている社員のパソコンを遠隔でアクセスをしてそしてこちらのホレンジックルームのパソコンで調査をするというデモンストレーションを行いたいと思います。でまずこちらのパソコンなんですけども今リモートでテレワークで働いている従業員のパソコンとつながっているという状態になります。 こちらがテレワーク環境で仕事をしている従業員のパソコンになります。今からですね。こちらのパソコンに aos フォレンジックルームで遠隔でアクセスをして、フォレンジック調査を行うデモのトレーションを行いたいと思います。では、まずですね。初動調査を行うために、aos ファストフォレンジックというツールを起動します。で、こちらが aos ファストフォレンジックの起動画面になりますので、スタートボタンを押して実際に。 遠隔で働いている従業員のパソコンにリモートアクセスをして、これに調査を行います。はい、ではですね。まず、調査をする担当者の名前と、そして事件名というのを、まあ入力をして調査を開始をします。で、リモートで調べられる情報としまして、まずはこの os の情報であるとか、パソコンの基本的な情報をこちらで確認をすることができます。そして、このウェブの閲覧履歴というのをしますと。 リモートで働いている従業員のパソコンでどういうウェブサイトにアクセスするかというログを確認することができますそしてこちらのファイルの閲覧履歴はファイルへのアクセスのログを確認をするということができるようになっていますそして USB の接続履歴はどういう USB メモリーに接続したかということを確認をすることができます これは主に例えば情報漏えいが疑われるようなケースの時に USB メモリを挿してパソコンからデータを持ち出していないかなどということを確認する時に使います。そしてイベントログというのはですね実際にこのパソコンでどういうイベントが発生したかというログを取るような機能になっています。 続きましてこちらのファイルタイプというのを押しますとリモートでアクセスをしてファイルを確認することができますでこちらで表示されていますデリーテッド PDF というのは削除された PDF のデータになりますでそれ以外にも通常の PDF のデータを表示をしたりあるいは Excel のデータであるとかワードのデータこういったファイルの内容を確認することができます そして例えば削除されたデータを復元をする場合にはですねこちらで例えばデリ l e t p d f というと削除された PDF が4ファイルありますのでこちらを選択をして保存ボタンを押しますとこちらの削除されたデータの保全手続きというのを行うことができます。またパソコンの中のディスク全体の保全が必要な場合にはこちらのディスク保全というボタンを押して。 実際にディスクを丸ごと保全をするということも遠隔で行うことができるようになっていますいかがでしたでしょうか AOS ォレンジックルームを社内に設置しておくことでこのような調査を企業が自力で行うことが可能となります続きまして企業のホームや管理部門の DX に利用できる調査資料管理システムとして弊社は AOS LegalDX を開発しました AOS= リーガル DX はデーータコンンンプライアンスででの事前対策ソリューションです第三者委員会の調査を行う前の日常業務から大切なことは法務チーム事業部門と外部弁護士などの専門家を含む関係者間でスムーズに情報や資料を共有できるセキュアなデジタル環境の構築です社内調査や第三者委員会が設置された場合に最初に求められるのはセキュアなファイル共有環境となります。 a o s l e g a r d x はクラウドで効率よく機密性の高いファイルを共有、保管することができ、チーム内で証拠ファイルのレビューなどを効率よく行うことができます。また、セキュリティを強化し、厳格な権限管理に加えて、暗号化および監査システムやバックアップおよび大容量長期保管向けアーカイブシステムが強みのソリューションです。では、実際にどのようなものか、a o s l e g a r d x のデモをご覧ください。 続きまして調査資料管理システム AOS リーガル DX のデモンストレーションを行いたいと思いますでこちらがリーガル DX のログイン画面になりますでは今からログインをして AOS リーガル DX を起動してみますこちらが AOS リーガル DX の画面になります画面の中では個人ドライブそして チームドライブ、コールドドライブという三つのドライブが表示されています個人ドライブは個人のデータを扱うドライブになりますそしてチームドライブはチームで共有するデータを入れるドライブになりますコールドドライブというのはちょっと前のデータを容量の大きいデータなどを安いコストで保存するために使うドライブになりますそしてレポートというのは実際のアクセスログなどを表示させる機能になっておりまして 監査という機能はそれを監査レポートとして出力するときに使いますリーガル DX というのはクライアントのパソコンのデータをすべてクラウド上にバックアップする機能を搭載しておりますで、この中でこの端末というのは各従業員の端末のデータを自動的にクラウドにバックアップするためのフォルダになっています今デスクトップと表示されているのが先ほどこれ軸調査を行ったリモート環境で働いている従業員のパソコンのデータになります 実際にこちらをクリックしますとその中にどういうデータが入っているかということを確認することができますまあドキュメントファイルの内容ですねこういったものを一覧で確認することができるようになってますで、こちらは個人ドライブの情報ですけれども個人的に扱うデータをこちらの方に格納しますでもこの中で例えば誰かと共有をしたいという状態になりましたらその共有したいファイルを選択しましてそして共有ボタンを押します そして共有をしたい人のメールアドレスを入力するとその人とデータを共有することができるようになります。でこのようにしてです、ね、共有したい相手のメールアドレスを設定をして共有ボタンを押すと簡単に機密性の高いデータの共有を行うことができるようになっています。 またこちらの監査レポートではですね実際にどういうファイルのアクセスログがあったかということをまあ確認することができるようになってますいつフォルダが追加されたかとかファイルがダウンロードされたかこういった監査レポートを出力させることができますまた AOS l ー g a DX の中では法律検索という機能がありましてこちらで例えば法律に関係する検索というのを行うことができるような機能を持っています でこれは法令と判例に関するデータを簡単に検索できるような機能を持っておりましてどういうういい法令ががあるるかということとこここををちらの画面でで確認をすることができま,すまたこちらの判例データは過去の裁判にかかったような内容っていうことに関しても確認をすることができるような機能を持っています。そして実際に第三者委員会が設置されるようなシチュエーションの時にこの AOS ・リーガル DX をどのように活用するかということについてご説明をしたいと思います。 第三者委員会が設立された場合には機密性の高いファイルをどのように効率よく共有するかということが重要になります。そののに利用するのがこちらのチームドドラライイブブというドライブになりますで,こちらで第三者委員会というホルダーがありますけれどもこれが例えば第三者委員会が設立された時に共有するような非常にセンシティブな内容のファイルを格納するホルダーになります。 例えばこの調査報告書というのをクリックしますとそれぞれその第三者委員会が最終的に報告する報告書をこちらで共有することができますまたその調査報告書を作成する途中のプロセスの中でそれの根拠となるようなファイルをどのように共有するかというのを使用にやってきます例えばこちらはですねその会計に関係するような中で不正が疑われるようなメールデータ ここうういいいったものをこののをを会計メールルというフォルダの中にに保存をしてお互いに共有をすると、えす,ることもできますあるいはこれは品質のファイルですけれども通常の作業を従業員が行っている中でいろんな品質ガイドラインに基づいて仕事をして最終的な品質管理のレポートとかいうものが日々業務の中で作成されていきますがこのリーガル DX を使うことによってその日々従業員の方たちが作業して生産するファイルが 自動的にクラウドに蓄積されてきますので、それを有事の際には確認をすることによって、効率よく品質管理に何か問題があったのではないかということの確認をすることができるようになっています。いかがでしたか。データコンプライアンスの最先端のソリューションをご紹介させていただきました。第三者委員会が設置されるような事態を防ぐには、データコンプライアンスの強化が必要です。 それではデータコンプライアンス対策を効率よく行うための3つの課題についてご説明しますコンプライアンス対策の3つの課題の1つは業務効率を下げる膨大な紙の種類をどう扱えばいいかということですそして2つ目の課題は業務を行う従業員に応じて業務のばらつきと非効率をどう解消するかという点になりますそして3つ目の課題は クラウド上に収集したドキュメントファイルの保管と共有が煩雑だということです AOS LegalDX はデータコンプライアンスに活用できるリーガルデータマネジメントソリューションです AOS LegalDX なら紙の資料をデータ化してクラウドに保管し共有し調査を効率化することができますまた AOS LegalDX のチームドライブを活用すれば社内部門外部部門ごとに 共有するデータの権限設定を行い、煩雑な日常業務の効率化を実現します。そして取引先、取引金額、日付などをキーワードに全文検索で資料を調べることができます。こちらは AOS Legal DX の活用例となりますが、実際に企業の法務部門を 管理部門などがアップロードした大量の資料を AOS リーガル DX のクラウド環境にアップして個別権限設定機能により閲覧コントロールを行い外部の専門家弁護士また不幸にして例えば第三者委員会ができた時にもこの第三者委員会のメンバーとも安全に機密情報の共有ができるシステムとなっています。 実際に第三者委員会が設置された場合にはそのコントロール権は第三者委員会に移ってしまいますがそうだとしても事前に企業側で機密情報を安全に共有できる環境を整備しておくことは迅速な第三者委員会への対応に対して非常に大きな効果を発揮することが期待されます。そして企業が社内調査から第三者委員会の対策として a o s ホレンジックルームを活用するメリットは予防ホームとしてのメリット。 そして早期発見のメリットまた事後対策としてのメリットという三つのメリットがあります予防法務としてのメリットは第三者委員会が設置されるような事態に陥ると企業は長年築き上げてきた信用を既存することにもなりますが AOS ホレンジックルームを導入することによってより企業は迅速に社内調査を行うことができるようになります不正を調べるためにはデータの改ざんの有無や 消されてしまったデータの調査が必要となりますがこれらの調査を行うためには専門家がホレンジックツールを使って調査を行う必要があります企業内ホレンジックとして AOS ホレンジックルームを導入すれば外部の専門家に依頼しないでも企業が社内でホレンジック調査を行うことができるようになり迅速に対応が可能となります 山内先生のお話にもありましたように第三者委員会が設置されるようなケースをいかに防ぐかということが重要なポイントになりますがそのような予防ホームに対して最も効果を発揮することが期待できるのは事前に栄養素ホレンジックルームを導入し社内に告知しておくことで社内不正の抑止効果を発揮すすることが期待できますそして早期発見のメリットですが不正の痕跡を早期に発見できれば 第三者委員会の設立の判断を早期に行うこともできますし第三者委員会が設置される事態を回避することもできます第三者委員会の設置が倍増している状況では不正を早期に発見できる能力を企業が備えることには多くのメリットがあります第三者委員会が設置され調査内容が公表されると企業は大きなダメージを受けることがありますが早期発見能力を高めておくことで迅速な対応が可能となります 早期発見のために有効な対策はコンプライアンス違反の通報窓口を設置することや内部通報の設立などがありますその時に抜き打ちで内部監査を実施して匿名で社内アンケート、従業員へのインタビューなど企業の側から積極的に不正を早期に把握できる方策を講じることも有効な対策となります早期発見・早期解決が第三者委員会が設置されるような事態を回避し 被害を最小限にとどめるための有効な対策となりますそして事後対策のメリットですが第三者委員会が設置され外部の有識者による調査が始まりますと外部の専門家がデジタル証拠を調査することになりますこのような事態に対して企業が自力でデジタルデータの証拠調査能力を備えておくことには大きなメリットがあります 山内先生のご説明にもありましたように第三者委員会が設置されるようになると調査のグリップが企業側から第三者委員会にごそっと移動してしてままいますこのような事態になっても第三者委員会が証拠として採用できるような正しい手続きで保全したデータや復元調査を行って検出した証拠を迅速に第三者委員会に提供できるということで AOS フォレンジックルームは重要な役割を果たすことになります。 第三者委員会が設置されるようなケースに陥った場合に社内にホレ保連ク調査室を設けておかないと事前に十分なデジタル証拠調査を行うことができず証拠を見つけることができずに原因の究明が遅れることにもつながります社内でデジタル証拠調査を行えばこのような事態に迅速に対応することが可能となりますこちらが AOS グループが行った第三者委員会の調査実績になります まあここに書いてあるのは公表された内容ですがこれ以外ににも随分たたくさんの第三者委員会に協力ををししてて調査を行ってきました我々が行ってきたのはデジタルフォレンジック技術を使って例えば消されてしまったデータを復元をするということを第三者委員会の依頼を受けて調査をするということを随分行ってきましたがこのように第三者委員会が設置されてから消されたデータを復元をして出てくる証拠というのは時には非常に大きな証拠となっています。 それがが企業のの非常にに重大なコンンプライアンス違反の証拠につながるという事件をんたくさん経験してきましたもしこのような例えば消されてしまったデータを復元をする調査能力などのホレンジック能力を企業が備えておけばもっと早くに問題を検出して大きな被害を受ける前に防ぐことができたんじゃないかということを感じてこのような栄養士ホレンジックルームの提案をするに至りました。 また今回ご紹介しました最先端のデータコンプライアンスソリューション AOS= リーガル DX を使えば今までは何か問題があると我々のような専門の調査員が現地に行ってデータを保全をして調べるということを行っていましたが リーガル DX を事前に導入しておけば全ての従業員のデータがクラウド上に自動的に上がりますのでこの上がったデータを効率よく調べることによって調査も迅速に行うこともできますしあるいはそういった問題が起こる前に事前にクラウドにデータを預かっておくということが実は非常に重要な不正の抑止効果を発揮するという効果が期待されます。 次世代のデータコンプライアンスソリューションである AOC ・リーガル DX などを活用してこの企業内ホレンジック AOC ・ホレンジックルームをぜひご活用ください。本日はどううもありがとうございました